相撲というかですね、やっぱこう激しい突き押しのお互い状態のある相撲を期待したいですよね。幕内でこの幕内にいた時は11回対戦していまして、ANPが8勝で、松鳳山が3勝という対戦成績を残しています。最も近いところでは、今年の初場所、松鳳山が引き落としで勝っています。いやいや、あの戦いはですね、